皆さんこんにちは、ベソでございます。ファイアーエムレム紋章の謎を続きやっていきたいと思います。ごめんなさい、ちょっと咳が出ちゃったんでね、11章入りましたね。悲しみの大地グラと、グラは古くからアリティアの同盟軍であったが、グルニアとの戦いの最中突然敵に寝返ったと。背後から攻撃を受けたアリティア軍は全滅し、ここをコーネリアスはファルシオンと共に、ファルシオンと共にグラに消えた。そしてあの悲しみの日から2年、マルスは今ようやく父を死に追いやったジオールが立てこもるグラ城にたどり着いたと。ファルシオンっていうのがあれかな、三種の武器の一個なのかな。カチュア、エストさんはまあ仲間になるから。ほんとにスナイパーが多いね。この人あれだよね、前回囚われてた女性の方が言ってた、お会いしたい言ってた人ですよね。ああ、これがジオールさんか。抜けていく。ああ、盗賊が持ってかれちゃうよね、これ。なんとかせにゃいかんな。ということは、これ、あ、これだ。ミリアさんを出さないといけないので、鋼の槍でも持たしておきましょう。で、鉄の槍はいらないので、鋼の槍がちょっと枯渇してんのか。そうだね、一時的に動画さんに来れたよね。こんなもんでいいのか。あとはメンバーだね。とりあえずメインどころをつけてって、ナバルさん、あと4人。ネルバさんで、あと2人。バヌトゥどうしようかな。いや、ハーディンさんと、弓矢が欲しいからゴードンさんにしよう。ごめんなさいね、ちょっと途中でリセットしちゃったからやり直しなんですね、本来は。ジオール陛下とね、とうとう同盟軍がやってきましたと。同盟軍だと、バカモン、なぜ反乱軍と言わぬと。は、申し訳ありませんと。この頃はみんな同盟軍と呼ぶものですから、ついと。バカモンと、また怒られてますね。やつらは寄せ集めの反乱軍なんだ、恐れることはないと。しかし、あの小僧が生きて帰ってくるとはなと。それも炎の紋章を得て全軍率いるとは。いずれにしてもこのままではまずいと。ドルーア帝国に援軍は要請したのかと。は、間もなくペガサス騎士の一個部隊が来る予定ですと。ペガサス騎士だぞ、そんなもんで奴らが倒せるかと。
神の黒騎士団かミシェルの竜騎士団をよこせと言え。クソ、わしにだけこんな目に遭わせよってと。コーネリアスを裏切るように仕向けたのはあのガンネフなんだぞと。わしはまだ死にたくないのだ、分かってるのかおいと。はあとね。あーそういうことね。川はなんとか渡れるんだけど、騎士があれか。あー川渡れる人が限られとるんだね。とりあえず情報収集して、レナさんをちょっと遠ざけとこう。レベル10になると職業を変えられることがあるらしいと。ソシャルナイトはパラディンに、傭兵は勇者にと。あとは忘れちまったと。シルバーカードを持っていれば全ての店で半額で買い物ができるらしいと。まるで夢のような話だろうと。ここがあるらしいんですよね。しかもここにで、南側の宝箱をね、ちょっと取られるとまずいので、ミネルバさん。こんな感じでちょっと行ってみましょうか。実はレナさんがやばかったんで、ね、一回ちょっとやり直しちゃったんですけどね。あ、来た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 。銀の弓なんだよね。うおうおう、怖え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 。あ、手槍持ってるんだ。あ、来た来た来た。マルス様お久しぶりです、カチアですと。ミネルバ様がようやくマルスの味方になられたと聞いてお待ちしていたのですと。私も頑張りますからよろしくお願いしますねと。マルス様はじめまして、私は白騎士団のパオラと申しますと。マリア様が助けられたと聞き、妹のカチアと2人でマケドニアから逃げ出してきましたと。カチアが約束した通り、私たちもミネルバ様と一緒に戦いますと。でもまだ一番下の妹エストがグルニアにいたまま帰らないのですと。あの子が帰ってきて3人一緒になれば少しはお役に立ってみせるのですがと。ジェットストリームアタックみたいなのがね、3人囲んだらできるっていうのをね、なんか聞いたことがあるんですよ。この跳ね橋をなんとかせにはいかんのだろうね。
はいいんだけど、なかなかあっちの店に行くのが難しいよね。なんか持ってなかったっけ。まあとりあえずそうですね、飛行部隊は外を回らせていくしかないんですけど、突っ込んでいくしかないのかな。ナバーロさんね、これで様子見ましょうか。ターン終了。まあ手やりはあんまり当たんないからいいんだけど、おお、そうきたか。これは逆に食らっちゃうよあなた。よかった。ちょっと上の方がいいね。ハディさん邪魔やな。アストリア、あなたこんなところにとね。ミディア、ミディアじゃないか、無事だったのかと。よかった、会いたかったよと。ああ、アストリア、何も知らされてなかったのねと。アリエティア軍が来てくれて、パレスは解放されたわと。私たち人質も全員解放されて、今はアリティアと共に戦ってるのと。だからもう敵に協力する必要はないのよと。そうか、よかった。じゃあ俺もドルア相手にもう一度戦えるんだなと。これからはまた一緒にいられるわと。もうあんたのそばを絶対に離れないと。勇者とかだったら川渡れるんですね。なるほど。
とりあえずライブの杖いっときましょう。これは、サンダーの方がいいんかもしれないね。あーでも8なんだ。よしよし、いいぞ。おー、やった。ヒットポイント上がれ。あー上がんない。まあとりあえず下方の方は盗賊退治で行きたいんで、よいしょ。ここ抜けれればね、楽にはなるでしょうね。さあアストリアをどうするかですね。まあ一体ぐらいになったらこっちからね踏み込ませて裏手回らせてもね面白いとは思うんですけどね。これでちょっとよし、ああ近づけとこうか、一歩だけで。はい、どう出てくるかやね。まずしてきますよね。鋼の弓か。1個開けられた。はい、ではですね、ここでちょっと一旦終了したいと思います。またね何回かに分けて配信させていただきたいと思っておりますんでね、ご了承いただきたいと思います。それでは今回はここで終わりです。ありがとうございました。さよなら。